はいどうも、タクタクです。今回もホラーゲーム実況プレイやっていきたいと思います。今回やるゲームもすでに出てる拡散希望というね、結構有名なフリーホラーゲームらしいんですが、今回はね、私タクタク、ハッピーエンドに続きと他のゲームをちょっと上げるの申し訳ないんですが、喋るのをね結構サボり気味になるかもしれない、そういうゲームです。というのも、ハッピーエンド見ていただいた方分かると思うんですが、フルボイスなんですよ今回も。多分これイベントがフルボイスなのかな、まあ、ちょっとその辺はまああまりこうなんていうんですかね、はっきりしないんですけど、ちゃんと説明見えてなかったまあ多分ね、ボイスの入ってるゲームです。はい。ただですね、ハッピーエンドより拡散希望の方が先だったのかな、まあ、作者さんも当然違いますし、どっちがいいとか悪いとかそういう話をしたいわけではなく、うん、フリーゲーム界で あまりこういったボイスの入ってるゲームってのは少ねえよっていうことを言いたいですね。その中のこのね、拡散希望、まあどうみんなが受け入れられるかわかんないですけど、とりあえずもうやっていこう、いきます。初めから操作方法、はい、キャラ操作十字キー、エンターキー決定、うん、フルスクリーン切り替え、あ、フルスクリーンできるんだ。テキストスキップ。セーブ呼び出し。セーブ呼び出し。まあ、いいや。さあ。はい。それでは来週にでもサンプルをお持ちしますので。よろしくお願いします。来たね。早速ボイスですよ。おみそく。おみそ組さんという方々かな、作ってくれます。あ、ここは読んでいいのかな。俺は通話を終えると携帯電話を閉じた。今のが主人公の声か。時計を見ると時刻は20時を回ったところだ。街行く人々は帰るべく駅に向かっている。今日はできれば会社に一度戻りたかったのだが、もう誰も残ってはいないだろうな。今日はこのままジョッキだな。口に出したセリフは読んでくれるみたいな、心の中で思ったのは読まないって、そういう感じです。あとはなんか情景とかを説明するときはね。駅へと向かおうと踏み出した足を止めて、マンションの螺旋階段に視線を向けた。たまに通るこの道で見る螺旋階段、今まで誰かが使っているのを見たことはなかった。その螺旋階段を上がっていく人物がいた。階段なんだから使われるのは当たり前だろう。しかし自分がこの目で見るのは初めてだった。まあエレベーターとかついてたらね、わざわざ螺旋階段なんか使わんみたいな、そういうことなんじゃないかい。違うのかな。少女、螺旋階段を上がっているのは少女だった。高校生くらいだろうか。暗くてよくわからない。かすかに少女の息遣いが聞こえてくる。疲労しているように見えるが、マンションまで走ってきたのだろうか。階段を上がる少女、そのどこでもある光景をただなんとなく見つめる。自分の見える範囲で使われたことのなかった階段、それが今目の前で使われている。なんとなく少女が階段を上がり終えるのを見届けたかった。だが期待とは裏腹に、少女は途中で足を止めてしまった。螺旋階段の8階付近で足を止めて道路を見下ろす少女。暗くて遠いため少女の表情はわからないが、なんとなく少女と目が合った気がした。目が合ったと直感的に感じたら、まるで行き交う車がいなくなって辺りが静かになったような感覚に襲われた。お、少女が消えた、まあ、この音に察するにってことだよね。これはね、螺旋階段から道路を見下ろす少女を見ていたはずだが、その少女を見失ってしまった。そして自分の右側すぐ近くで何か鈍い音がした。何が落ちてきたのか、いや何がという答えは大体想像ができる。視線を歩道に戻し、右方向へ首を動かす。想像通りだ。さっきまで螺旋階段にいた少女の体が歩道にあった。暗くてよく見えなかったが、やはり学生のようだ。高校の制服であろうものを着ている。少女の目は見開いて瞬きをしていない。
とてもまだ生きているとは思えない。どうすんだ、警察。飛び降りか。自殺っぽいよね。お、オープニングの曲違うかな。ただ呆然と少女の体を見つめていたが、何かの通知音で我に返った。あ、今のはなんか携帯の着信音的な感じなのか。通知音がした方へと視線を向ける。ガラケーというか、まあスマホじゃない携帯というか、表現は難しいが、飛び降りた少女の近くに携帯電話が落ちている。この少女の持ち物だろうか。モノログ、なんだモノログって。つぶやき一覧、返信、拡散、新しくつぶやく。あ、ツイッター的なことかな。拡散死亡。あれ、このゲームのタイトルって拡散希望じゃなかったっけ。拡散し、拡散希望。おおおおお、拡散希望。はい、よくあるね、ツイッターでもね。アニメーションだなこれ。おお、吉田四季様でいいの。ミミ様。あ、これ声優の方かな、名前。かっけ、おわな、あ、かっけ。なにこのオープニング、ちょかっこよくないっすか。ボンさん、ま、ま、なに、日谷町明、ソガミ。おう、これ誰。あ、ちょっと、そこの女子かわいいな。これ、これが主人公。リコさん。リ、あれ、え、ちょっと待って。あれ、もうちょ、ごめん、読めん、もう読めんわ。追いつけんわ。リュートさん。スクリプト NG さん。いや、スクリプトが、もういいや。あ、なんかいっぱい登場人物いんな。おい、ちょっと待って、こんなに出てきたら俺絶対覚えきれんぞ。おーし。拡散希望。できれば、核ハイボールがいいな、みたいな。拡散希望ですね。絶対違う。絶対違いますね。なんか広めてくださいっていうことですよ、だから。9月1日。ハイボールとか言っても分かんないからね、僕の放送を見てる人多分。子供、いや分かるか、それぐらい分かるか。僕の名前は江原啓志郎。え、この人かな主人公は。え、この子、青い子、これが主人公、江原啓志郎。いろんな人と交友関係を深めたいなと思いながら、今年この五月橋、え、五月橋高校、大丈夫、これ連撮りだから、溜め撮りだから、一度間違うと、コメントを読むまで、延々と間違い続けるっていうことが、まあいいや、五月橋高校です。2学期が始まった、今日の時点でクラスメイトとは全く打ち解けていない。そういうこともある。一人見知りが激しくて、内気な性格だから、中学でもほとんど友達がいなかったんだけど、まさか高校に入っても状況は変わらないとは。なんかちょっとこういうの俺ね、わたもてはでなんか知ってますかね、あの、うん、なんかこういう展開見たことあるわ。唯一自慢できることといえば勉強ができるということだけの僕。自分の席に座ってクラスメイトたちを眺める。みんな楽しそうに喋ってるな。うん、高校デビュー失敗したのか。あ、あ、待って、これ女子かこれ。エバラくん。お、ちょっと可愛いな。愛子ちゃん、愛ちゃん。た、多田さん。な、なに。ケイシロウくんは女性がやってん、 なんか中性的な声の人。話したいことがあるの。放課後に時間ある。どうせ僕勉強しかすることないか。え、それって、もしかして。いや、ないない、それ期待したことないって絶対。ダメ?絶対それ期待したこと起きない。いや、大丈夫だよ。まあ、行く分にはいいけど、何の期待もしないわ。放課後、教室に残っててほしいの。そんなね、普段交流のない人いきなり、ないからね、それ、ね。うん、わかったよ。ないから、それ。
ありがとう。そういうのはあんまないから。今の人はクラスメートの多田愛子だ。とても明るくて元気なので親しみやすい多田さん。こんな僕にもたまに話しかけてくれてたんだけど、放課後に話があるってことは勉強しか取り柄がない僕にもついに春が。もうなぜその発想になるのかな。ちょっと多分ない、それは。残念ながら少し話してたぐらいで、そういうのちょっとないね。まずないね。さあ、その幻想今で話したいことって何かな。その幻想今打ち砕こうとするからね、愛ちゃん。エバラ君、モノログって知ってる？ほら、もうツイッターの話題になっちゃったもん。ツイッターじゃないか。モノログ？知ってるよ。まあ、MSMNM 会員登録してアカウントを作ると、インターネット上に150文字以内のつぶやきができるサービスでしょ。やっていないやつの方が少ないんじゃないかな。マジか。俺の年齢層はまだまだいないですね。ツイッターやってる方が珍しいですね、やっぱ今の世代はね。違うんですね。うん、そのモノログで今怖い噂が立ってるんだ。ほう、怖い噂。怖い噂って、文字化けした正体不明のアカウント。そのアカウントに自分の名前をつぶやかれると、7日後に死ぬっていう噂なの。怖っ。マジでそういうのある？リアルで。リアルでっていうのは、まあ Facebook でも Twitter でもいいし、他のなんだっけ、ミクシーとかでもいいわ。そういうのあんのかな。ちょっとこれ、そんなん来たら俺どうしよう。それは君が悪いね。悪い。私その正体不明のアカウントに勝手にフレンド登録されて、私の名前をつぶやかれたの。あ、愛ちゃん、収容のお知らせです。え、これどうなるのかな。見て。はいはい、見ましょう。多田愛子さんが亡くなられます。拡散死亡。うわ、ほんと文字化けしてるっぽいね、上ね。これどういう仕組みなんですかね、モノログはね。ユリアン、シマッチとネコカフェナウ。やばい、猫かわいすぎる。私の大好きなアメショが膝乗ってきてマジテンション上がる。まあ、ユリアンさんはどうでもいいな。本当だ、多田さんの名前がつぶやかれてるね。うん、もう終わりです。私怖くって。そりゃ怖え、俺も怖え。もそんな来たら本当怖え。それは多田さん、どうしたらいいかわからなくて。エバラ君ってクラスで一番頭がいいでしょ。エバラ君なら何かわかるかなって思って。エバラ君だもんな。江原さんならちょっと違ったかもしれないけどね。オーラの泉。告白じゃなかった。当たり前だよ。今更。勉強ができても鈍いな。でも、多田さんが僕を頼ってきてくれたんだ。ここで。任せてよ。こういうのは得意なんだよ。完全にもう、吊り橋効果的なものにも狙いに入ってますね、これはね。僕が、このつぶやきの謎を解いてみせるよ。じっちゃんの名にかけて。エバラ君。とりあえず、情報はいろいろ欲しいから、多田さんの連絡先を、教えてくれる？お前のその下心のある表情は何だ？だが、オフィシャルで聞けるっていう状況だな、これは。あ、うん、いいよ。なんていう自然な流れ。正気。じゃあ、赤外線で。そっちか、まだ。うん。まだそっちか。まだそっちの時代か。多田さんの電話番号教えてもらっちゃった。
かな。お前マジか、それは大丈夫か。拡散希望されちゃうぞ、雰囲気的に。そういう気しないですか。僕も同じ土俵にいたいんだ的な。うん、そういう感じですか。あ、ありがとう。あ、そっか、今の人たちはみんなちょっとツイッターいいっすか、ちょっと相関フォローみたいなことなんですね、多分ね。そうだよね、よろしくね。う、うん、ぼ、僕に任せておいて。よし、ありがとう。大丈夫かな、これ。いたずらだと思うけど、そのいたずらだっていう証拠も見つけてみせる。おお、マジでそんな洗える。うん、そんなんで。いたずらだって分かれば怖くなくなるし、お願いします。あ、そろそろ部活に行かないと。あ、僕もだ。それじゃまた明日。うん。お、やったぞ。多田さんと喋れただけじゃなく連絡先まで。別にちょっとやめよう。こういうのもうゲーム制作者さんに失礼だ。多田さんと喋ってたらすっかり遅くなっちゃった。先輩たち怒ってないかな。先輩たち？おはようございます。おはよう。お、イケメン。ケイシロくんだ。やばい、これイケメンなんじゃない、僕は。この人は金本聖太、一つ上の2年生だ。僕は演劇部に入っていて、大道具の制作を担当しているのが僕と金本先輩だ。金本先輩は優しくて気が利くからとても頼もしい。なんでこんな喋り方になっちゃったの。あれ、おせえぞ、何やってんだよ。あれ、みんなかっこいい。この人は吉岡徹、同じく一つ上の2年生だ。吉岡先輩は役者を担当していて、とても演技が上手だと思う。ちょっと不真面目なところがあるから、実力はあるのに主役を担当したことはない。本人は主役を熱望しているようだけど。すみません。他のみんなはどこへ。今日は体育館使えるからそっちで稽古やってるよ。ほう。文化祭の劇まで時間ねえんだから、大道具のお前がサボっちゃ困るだろう。なんてこった、演劇部なのに大道具。ちょっと演劇部が分かんないですけど、そういうのあるんですか本当に。まあ、大道具は僕とケンシロウくんしかないけど、なんとか間に合わせてみせるよ。しょうがねえな。俺は今日も大道具やるから一緒に組み立てしまおうぜ。まあ、みんな一緒にやってるわけですね。はい。演劇部、今なら行ってみたいかもしれないな。今僕たちが作っているのは舞台に設置するお城だ。今回はファンタジーの劇だから、どうしてもお城が必要になるんだけど、大きいから時間がかかる。難しそうだな、そのお城のセットとかな。あのん、なんだよ。口じゃなくて手を動かせよ。いきなり厳しいな。吉岡先輩と金本先輩は好きな人はいますか。お、いきなり恋バナか。バカ、おめえいきなりなんだ。なんで動揺するんだ。ほんといきなりだね。この二人できてるっていう、そういう BL 的な展開になるのか、これは。やろう、三人で恋バナか。もうこっちきついね、これはね。外きつい、ね、悪くないんじゃない。悪くないの。すみません。別にいいけどよ。まあ俺はいるな。大丈夫、そうやって最初に言ったら、まず誰って聞いて、あいつっつって、ふーん、お前らは俺たちいないしっていうパターンだ。トール分かりやすいもんね、この流れは。なんだ、お前は俺が誰を好きなのか分かってんのか。お、分かってんのか。うん、分かる。分かんの。誰ですか。誰やね。それはね、うん、あー、黙れ、黙りなさい。トールの人うめえな。え、
合ってるかどうかわからないよ。いや待って、みんなうまい。いやお前の勘は鋭いからとりあえず黙れ。へえ、残念だな。な、俺はともかく、セータとケイシロウはどうなんだよ。僕はね、秘密だよ。君だなんて言えないみたい。僕はよくわかりません。ずるい系入ってるやん、これ。ああ、なんだお前ら、真面目に言った俺がバカじゃないか。いやもう、いい、それでいいっす、それで。ケシロはお前からこの話振ったんだから、ちゃんと答えろよ。まあ、今日のいきさつ話せばいいよね、だからね。すみません。本当に、よくわからなくて。初めて、女の子に頼られたのが、嬉しくて。で、この後、カクカクしかじか今日あったことを。初めはよくわからない感情でも。時間が経つととても大きな恋愛感情になるかもしれないね。ほう。そうですかね。そうですかね。悩まずにそのまま接していけばいいんじゃないかな。セータいいこと言うじゃん。そうですね。ありがとうございます。うん。頑張って。おう。なんだこのくだり。とりあえずこの三人の人間関係的なもの。今日はこんぐらいで終わりにしようぜ。終わりにしよう。助かりました。特に言わない感じだったのかな、今日のモノローグの件は。トールが手伝ってくれたから、ずいぶんはかどったよ。うん。俺は今回も悪役だからな。そんな出番多くないし、文化祭まで大道具も手伝ってやるよ。は、ありがとうございます。お、あ、来た、この子。疲れたわ。ゆきはちゃん、かわいいね。この人は、宮野ゆきは。宮野先輩も一つ上の2年生だ。役者担当で演技力が入部当初からすごかったらしくて、ヒロイン役に選ばれることが多い。面倒見のいい性格で、不真面目な態度をとる、吉岡先輩を放っておけないらしい。あ、なるほど。お、ユキハ、お疲れ様。わあ、お城できてきたね。お城っぽい。ユキハちゃん、もううまいっすね、声優さん。城作ってんだから城っぽいのは当たり前だろう。うん、うるさいわね。トールは役者なのになんで大道具やってるのよ。このゲームやばくないっすか、なんか。みんな、うまくないっすか。俺はラスボスだから出番そんなに多くないだろ。大道具大変そうだから手伝ってやってんだよ。出番ないからって練習してなきゃ、いつまで経っても主役やれないわよ。うるせえ、ほっとけ。まあ大道具が大変そうなのはわかるけど、ケンシロウ君もお疲れ様。お疲れ様です。癒されるわ。私が部室の鍵閉める当番なんだけど、まだ作業するの？いや、ちょうど終わるところだったんだ。あんた顔出しに来ただけ？そう。ということは、じゃあ一緒に出ようか。滞在時間数分だけど。お。やばい、ゆきはちゃん、ちょっとこれは一目惚れする男子続出じゃないですか。これは先輩たちと校門まで来た。運動部も練習を終えたようで、片付けをしているのが目に入る。先輩たちはモノログってやってますか？ついにそこで投げてきた。え？うん、やってるよ。僕もやってるよ。モノログ？なんだそれ。おー、鈍そうなキャラ来た。ネット上でいろいろな人のつぶやきを見たりとか、自分でつぶやいたりできるの。ほう。はあ？今私たち家に帰ろうとしてるでしょ？そういうのをつぶやくの。下校中ナウとかね。何が面白いんだよそれ。いや、これはね、使い方を分かってない人は最初そう思うんですよね。ケンシロウ君はなんでそんなこと聞くの？モノログの怖い噂を聞いたもので。
あ、それ私知ってる。自分の名前がつぶやかれたら7日後に死ぬってやつでしょ。おい、ユキハなんでし、有名な話なのか。そうです。二の一番に言ったぞ。都市伝説みたいな感じか。これサスペンスなのこれ。なんかそういう。結構噂になってるよ。いろいろ言われてるけど、拡散したら助かるとかなんとか。お、リング。え、よくある話だよね、昔からね。不幸の手紙的なね。拡散ですか。自分の名前がつぶやかれたら、それを誰かに拡散してもらうんだって。確かそうすると自分は助かるって聞いたよ。へぇ。拡散ってなんだ。広めることだね。自分のつぶやきに拡散希望ってつけると、他の人が代行してつぶやいてくれるんだ。そういう機能があるのかな。それが拡散だよ。自分の知らない人にまでどんどん自分のつぶやきが広がっていくんだ。まあ、リツイート的な感じですかね。あのツイッターで拡散した人はどうなるんですか。さあどうなるんだろうね。映画とかによくある設定なら、代わりに拡散した人が死ぬとか。まあそう、リングだと、あの7日以内に次に見せないと死んじゃうから、見せた、見た人もまだみたいな、どんどんこう渡していくみたいなのがありますよね。おお、それっぽいな。拡散すれば助かる。どんどんこう数珠つなぎ的にやってったらどうですか。こう5人でもう、あ、そろそろ7日、あ、ちょっとループしようっつって、そういうのダメなのかな。ネット上でも言われてる。誰かに拡散してもらえば死なない。僕は家に帰るのにパソコンでモノログの噂を調べてみた。噂の息を出ることがでないようだけど、拡散してもらえば助かるという書き込みが数多く見かける。でも僕が拡散すると僕が死ぬかもしれない。まあそういうことです。はい。いくらなんでもそんなことあるわけない。噂話なんだ。チェーンメールみたいなものなんだ。いたずらだ。ありましたね、昔ね、このメールをみたいなね、あったね。拡散すれば助かる。僕が拡散したからもう大丈夫だよと言えば、多田さんは安心するはずだ。お、待て、拡散してないけどしたってことにするのか、うん、そうだ。これで多田さんは安心できる。僕は多田愛子さんが亡くなられますというつぶやきを自分のアカウントで拡散した。モノログの新着通知音が部屋中に鳴り響く。おお、え、そうきた。江原慶四郎さんが亡くなられます、拡散死亡。はい。なんで僕の名前が。なるほど、ケンシロウが拡散って書いてる。あ、ケシロウ。まあいいや。僕は多田さんの名前が書かれたつぶやきを拡散したのに、どうして僕の名前に代わって拡散されてるんだ。これ多田さんは免れたってことか、そういう認識だよな。気持ち悪いって。今度はそれを受けた自分で本当解決しないと。とにかくこれで多田さんは安心できるはず。明日の放課後に声をかけよう。どうするつもりなんだ。9月2日翌日ですね。はい、といったところで今回は一旦この辺で切りたいと思います。こういう、なんだろうな、ノベルゲームがほとんどらしいんだけど、なんかちゃんと探索パートみたいなのもこの後ねあるらしいんですけど、ノベルゲー
ゲームって今までやってなかったよね、そういえばね。ちょっと新鮮だね。なんか一つのこう、漫画やドラマを見てる感じだよね。うん、というわけで、うん、次回、9月2日か。7日しかないわけだからね。うん、9月2日、どうなるか。ではまた。では、本当にご視聴いただきありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。ではまた。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ、パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。